今日はちょっと前髪の束感が満載なひまひまです。一斉のせ、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、皆さん、私は彼氏が欲しいですということで、まあ私にとっては夢の夢のような話なんですけど、私本当に全くモテないんですよ。で、彼氏もできたことがもちろんないんですけど、今回はまあ彼氏を作るため、モテるための第一歩としてとあることをやっていこうと思います。いやーこれは本当に、まあ私の女子力向上委員会の目標でもありますね。ちょっと、まあ本当にね、モテるようになるのか、ぜひ最後まで見てください。では、早速やっていきましょう。レッツゴー。ということで今回は最近話題のコスメを使って、絶対モテるメイクをしちゃいたいと思います。まあ私ね、いつも同じメイクばっかしてるんでね、ちょっとイメチェンしていこうかなと思いまして。皆さんは、ズーシーっていうコスメブランドを知っていますか？最近ネットでも結構話題で、パッケージもおしゃれでね、めちゃくちゃ人気なんですよ。私よく見ます。今回はそのズーシーなこちらの新商品、こちらの7商品を使って、ヒヨが考えるガチガチモテメイクをやっちゃいたいと思います。一体この今何もしてない私がどんな風に変わるのか、ぜひ最後まで見てください。はい、ではまずですね、メイク前にこちらを塗っていきます。じゃーん。こちらはズーシーナチュラルマットベースです。パッケージこんな感じでめっちゃなんかおしゃれですよね。もうモテちゃうかも。じゃあちょっと皆さんにお見せするために腕に塗っていきます。今回は自然に肌をトーンアップするブルベにおすすめというこちらのナチュラルを使っていきます。ちなみに私はブルベ夏らしいです。じゃあ一回ね、これを塗っていきます。おぉツーチュー、おーパープル。でもパープルって結構美白効果あるんだよ。こういう感じです。ちょっと私に似合う色を定めます。皆さん誰が一番私に、皆さんどれが一番私に似合いますか？ではちょっと鏡も用意したんで、なんていうの、夢見る女の子って感じで塗っていきます。おおお、これすごい個性出ると思うんだけど、じゅん。あ、めっちゃいい。なんかさ、めっちゃ自然にトーンアップしてくれる感じですね。今ここ全部ここ全体塗って、ここだけ塗ってないんだけど、全然違うでしょ。でも違和感がないのよ、ここの。はい、こんな感じで顔全体に塗れました。こんな感じ。では早速メイクを始めていきます。まずはこちらのディラン、ズーシー素肌感水光肌クッションファーデーションを使っていきます。パッケージはこんな感じです。ディリーン。でもなんかね、めっちゃキラキラしててすんごい可愛いんですよね。こちらをね、塗っていきます。00012です。00が一番明るくて、こうやってだんだん暗くなっていくんですけど、そうですね、まあ、一番地肌に合ってそうな、やっぱり01ですかね。01にします。じゃじゃん、こちら01番のナチュラルっていう色を使っています。では早速塗っていきます。めっちゃなんかツヤ肌って感じ、めっちゃ馴染む。やば、こんなツヤ肌綺麗に出るファンデあるんだ。なんかすごい肌に自然と溶け込む感じがして、すごくいいです。あとなんか保湿成分が入ってるらしいから、乾燥がすごくしにくそうだし、私みたいな敏感肌にも大丈夫みたいです。やっぱモテるにはこの水光感のある素肌の感じが重要だからね。やっぱり水光感。はい、こういう感じです。今こっち側が塗ってて、こっち側が塗ってない状態なんですけど、なんかこっちよりこっちの方塗った方がね、ツヤ感が出てすごい水光感が出てて、なんかちょっと目が引き寄せられるようなお肌になった気がします。じゃあね、今こっち全部塗ったので、こっち半分も塗っていきます。はい、顔に全部塗れました。キラキラキラリーン。次はこちらのズーシーくるみ割り人形ゼロ粉感シルキーコンパクトパウダーを塗っていきます。
でちょっと色をね試していきたいと思います。まず01番、お、なんかすごい粉感というか、なんでサラサラ、めっちゃサラサラなパウダーです。サラサラこういう感じ、ちょっとキラキラしてて光沢感がありますね。はい、であの01番はちょっとマット系な感じなんですけど、02番はラディアントって言って、若干そのなんていうの、光沢感がある感じなので、今回は02番を使っていきます。塗ります。あ、めっちゃいい。なんかすごい、でもサラサラしてて、私の肌もサラサラしてきてます。結構きめ細かい粉質だから、重ねても全然なんか厚塗り感が出ないですね。すごい肌に馴染む。ゼロ粉感で、このメイクアップ品の色味が隠れないですね。はい、ということでこの左側を塗りました。皆さんから見たら右だけど、なんかすごいサラサラしてて、さっきよりもきめ細やかなお肌になった感じがして、とても嬉しいです。こんな感じです。こっちが塗ってない、こっちが塗った。じゃあ一回ね、右側も塗っていきます。はい、ということで塗れました。なんか今回使ったのはね、02番のラディアントっていう色だったんですけど、これ01番でマットっていう色があって、こちらのマットはさっきの私が使ったラディアントよりも若干抑えめな、まあ、マットっぽいお肌になるっていう感じですね。はい、じゃあ次はですね、私のもう大好きなアイメイクをしていきます。まずはジューシー無限産卵動物シリーズの4色アイシャドウを使っていきます。はい、パッケージはこんな感じです。もうマジで可愛い。これがワイルドベリーで、こっちが都会の夕暮れっていう色です。いやもうマジ天才、見てください、マジで可愛いです。あのマット系のこの色もありつつ、ちょっとちっちゃいラメが入ってるアイシャドウもありつつ、ラメもあるっていうね、このなんていうの、一個のパレットで全部できちゃうのですごくいいです。可愛い。一回ね腕に出してみます。はい、こんな感じで発色全部塗れました。いやマジで全部可愛い。でもちょっと私塗ってる最中にちょっとここのですね、あの都会の夕暮れにちょっと一目惚れしてしまったので、この都会の夕暮れを私の目にのせていきます。これなんかめっちゃ発色いいんだけど、やば、めっちゃ綺麗なオレンジだよね。すごいサラサラしてて綺麗に塗れるし、肌なじみもめちゃめちゃいいですね。しかもこれ汗にも強いらしくて、発色も良くて色持ちもいいので、めちゃめちゃ安心ですね。皆さん見てください、ヒマ風アレンジで、ちょっといつも下に色を入れてます。で涙袋をぷっくりさせてみせます。はい、こういう感じで塗れました。こっちはちょっと私何もしてなくて、こっちだけ塗ったんですけど、どうですか？すごい発色もね、いい感じです。じゃあこっち側も塗っていきます。明日お祭りにやっていこうかな。はい、両方やりました。どうですかね、だいぶねいい感じに仕上がってきました。で次はですね、この目元の下あたりにこちら、じゃりーん、ズーシーダイヤモンドシリーズ星空リキッドアイシャドウオレンジソーダシリーズを使っていきます。ちょっとね腕に塗ってみようと思います。全体的に今日はオレンジメイクですね。うん、これさ涙袋にすごく塗りやすそうですね。私が好きなタイプです。なんかすごい高発色で肌なじみがいいですね。なんか汗で落ちづらいから長持ちするんです。これはアイメイクの他にも、なんかもうここに塗るハイライトとかマスカラとしても使えるんです。天才。はい、ということで今回はね、一番最後に塗ったこのリキッドを私はこの下に塗っていこうと思います。では、塗ります。わ、めっちゃ綺麗。かわいい。いい感じ。じゃん。はい、今こんな感じで半分の目に塗ることができました。どうですか？なんか結構キラキラしてね、涙袋が可愛くなってます。じゃあこっち側も塗っていきます。は
い、両方できました。なんかね、本当にこれちょっと塗るだけで全然印象が変わって明るく見えますね。はい、続いてはこちらです。最後にリップはこちらのズーシーゼロ重力軽いリキッドルージュを塗っていきます。色はこんな感じのすごい可愛いバリエーションがあるんですけど、今回私はこれを使っていきます。では早速塗っていきます。私リップドタイプのものが今まで見つからなかったんだけど、これマジドタイプです。じゃあまずは一度塗りをします。これ長持ちして落ちにくいんですよ。しかもリキッドだからすごい軽く塗れてサラッとしていてベタベタしないんですね。でも長持ちするけど落としやすいんですよ。では次は重ねて3度塗りをしていきます。こんな感じです。ではティッシュでちょっとオフしていきます。こんな感じで色味がもうめっちゃ落ちにくいんですよ。すごくない？これでメイク完成しました。イエーイ。どうですか皆さん、モテ顔になりましたか？いつもと違う感じでちょっとオレンジだったりとか、このリキッドも全然違くて、まあ、印象も多分ガラッと変わったと思うんですよ。だから多分もしかしたらですけど卒業式も期待しちゃおうかなって感じで、すごいなんか卒業式が楽しみになりましたね。どうですか？じゃあちょっとなんかいい感じになったので、ちょっとスクショタイムをね設けたいと思います。でちなみにメイクを落とすときはこちらのズーシーナチュラルレモンクレンジングバームがおすすめです。今メイク中にここにね、腕に塗ったときもこれで落としたんですけど、これ天然植物成分が配合されているから頑固なメイクもすっきり落ちます。しかも落とし心地もいいんですよね。柔らかい触り心地だから体温でとろけて落ちるんですよ。で天然植物成分なので敏感肌の方にもおすすめです。はい、ってわけで今回はズーシーの新商品でモテメイクをしてみました。私にはいつかデートに行くっていう人生計画があるので、その時はこれを使っていこうと思います。今回使用したズーシー商品については概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。めくったらあるよ。もしモテないなとか、まあモテたいなって思ってる方はぜひこのズーシーの新商品使ってみてください。あ、現にモテてる方も使ってくださいね。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。モテるかな？あ、モテるかな？